ですね、もう蒸してあるんで。はい、それではですね、早速薬局作ってまいりましょうか。出汁入れすぎた、2人前ぐらいひょっとしたかもしれない、 1.5 人前から2人前ぐらい。はい、そうしたら白ごま、これ本年参りました。まあ正確に言うとサバ缶ラーメンね。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつもむたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、はい、サバ缶研究家のまかないです。逆か。サバ缶動画ね、かなり10本以上あるかなね。見たい方は上の検索ボックスにまかない道場サバ缶ってね、検索していただけるといろんなサバ缶料理がね出てきます。体にいいんだよね。あの DPA とか PTA とか ATP とか全然、まあ、ATM かよ。あ、その辺はあの勝手に調べてください。ドコサヘキサエン酸とかね、いろいろあります。はい、それではね、今日何作ろうかさ、下回ってねえよ、やべえな。今日はですね、サバ缶リーミンですね。まあ正確に言うとサバ缶ラーメンだね。やってみましょう。今日はね、サバ缶味噌ラーメンですね。サバ缶味噌ラーメンね、作っていきたいと思います。用意していただくのはね、まあこの青いネギのがまあ見た目綺麗かなみたいな感じで、もうがっつり入れてるからね今日ね、青ネギね。うん、まあこれもあのうちのお父様お母様家庭菜園で作ったネギなんですけどね、昨日いただいたんで、じゃあまあサバ缶リーミン作ろうかってことね、なりました。はい、たっぷり切って、今日使うのはサバの味噌煮缶。1人前半分ぐらいでいいねこれね。で半分はだからつまみにするなり2人前作るなりしてくださいね。はい、それではですね、このギーネー持ってバーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ということでね、例えばバービーコーナーの方にやってまいりました。こちらに入ってるのは黄金だしですね。はい、もう皆さんね、黄金だし作れるようになりましたでしょうか。非常に簡単なんでね、ぜひ作ってみてください。この動画初めて見たよっていう感じで、黄金だしって一体何ですかみたいなね、方は、上の検索ボックスより、まかない道場黄金だしでね、まあ、ただの黄金だしも出てきますけどね、調べてください。はい、したらね、忘れなかったら下のね、説明欄に黄金だしのねリンク貼っときますね。はい、どうしようか。そうしたらまず黄金だしね、はい、ニンニクで、これをガツンガツンすりおろすぞ。今日もガーリックロレインが振るぜ。ガーリックロレインかい、これ一かけ目ね。はい、さらに二かけいっちゃうよ今日はね。ガンガン振るぜこの野郎、レイニングガーリックかい。はい、たっぷり入ったね。はい、そしたらね、生姜ね、はい、生姜は少々でね、オッケーオッケー、ベリーオッケーでー。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そうしたらちょっとね、展開一発しましょうか。それで生麺で食べたい人は別鍋でね、生麺茹でておいてください。ちょっと私めんどくさいんで、いつものようにね、この焼きそばの麺そのままぶち込みます。普通の麺をスープにいきなりぶち込むと粉々がついてるんで、ドゥルンドゥルンになっちゃうんでね、やんないでくださいね。焼きそば麺だったら平気ですね、もう蒸してあるんで。はい、それではですね、早速薬局で作ってまいりましょうか。はい、それではね、やってまいりましょう。はい、いつもの、だし入り味噌です。はい、これ適当にね、自分の好きな濃度ね、だいたいこの味噌汁ぐらいのこの味がいいんじゃねえみたいなね、感じの味噌汁ぐらいの味ね。まあね、北は北海道、南は沖縄とね、ほんと味噌汁の濃さね、好み千差万別ですんでね、ここは適当にというかね、自分好みの味噌汁熱くてとですね。はい、ちょっと味見してみましょうか。いい感じだね。ニンニクと生姜とそびね、です。あ、ちょっと薄いね。これあれだね、ちょっとだし入れすぎた感あるねこれね。だし入れすぎた、2人前ぐらいひょっとしたかもしれない、 1.5 人前から2人前ぐらいあるかもしれないね。
結構味噌入っちゃったよこれね。これ濃厚味噌汁だから今日はね。いや濃厚味噌リーミンだからこれね。はい、どうよ、ちょっと味見してみましょうか。まずまだ味噌玉あるから、あっちいな、ちょっと引いてそう。うん、よし、うん、はい、いい感じ。あとはこの味噌玉が溶ければちょうどいいぐらいなんじゃないこれみたいな、ね、感じですね。ガツンガツンツリリンコ、ガツンガツンパッカリーノスケですね。はい、よろしいでしょう。はい、そうしたらいよいよ登場ですよ。これね、サバキーンですね。今日は味噌使います。でこれ醤油ラーメン作るときは醤油味がいいね。で塩ラーメン作ればそのうちやっていくか、全部一通り味噌醤油、うん、塩。今日は味噌いくね。じゃあ次は醤油でもいってみますか。でその次はね、ちょうど3種類サバ缶があるとかにくいね。味噌煮と醤油味付けと水煮と、うまくできてるね世の中っちゅうのは、本中華ってことですね。はい、そしたらこれをね、パッカリーノスケですね。よっしょ、これ入った、これ、はい、もうこれだけ食っても美味しいんじゃないですかこれね。はい、そうしたらこれをこの中にぶち込みますよ。はい、今日はね半分で十分だから、半分でね。あー、もう半分の中でも十分かもしれないな。まあとりあえず半分にしとくかね。はい、ちょうど半分入れて、タレもね半分、このタレが濃厚でうまいからね。はい、そうしたらこれサバ潰してもいいし潰さなくてもいいんだけど、個人的には潰して、もうドゥルンドゥルンのこのドゥルンド、どこまでドゥルってんだいこのタレはみたいなね、感じに私はしてしまいますね。俺丸ごと食いたいなって方はね、チャーシュー代わりにやっぱサバの丸ごと食いたいなって方は潰さないでね、そのまま茹でてくれれば OK です。もう十分ねサバだし出るんでね。はい、それではあとはもうグッツングッツンパッカリーノスケですね、行くのを待ちましょう。はい、ということでまだ沸騰はしてないね。うん、はい、そうしたらね今のうちにブラックペッピー少々少々少々少少とね、これ好きなだけぶち込んでください。で味噌リーミンとくればね、一味唐辛子パッツンパッツンパッツンやる。これ入れすぎんと辛くなるんでね、気をつけてください。私辛いの嫌いだよって方はね、うん、別にブラックペッピーも、ブラックペッピー少し入れた方がいいな、香りがぐんと変わるんだよね味噌のね。うん、一味は入れないでも全然 OKOK ベリー OK です。あー、だいぶ潰れてきたね。はい、もうこれでねレーター完成です。タレ完成なんでね、はい、沸騰する前にね、はい、これぶち込んで一気に強火処理とね。味噌もさ沸騰させちゃうと結構ね味が飛んじゃうんでね、もうぬるいうちに麺入れて、で沸騰した同時に麺も熱々になるみたいなね、そんな感じ。うまそうじゃない、もう普通のこの何味噌ラーメンちょっと浮いてんもん違うぞこれみたいなね。うん、じゃあねバツンバツンバツリーナとね沸騰するのを待ちましょう。はい、で麺を入れてから、まあ、47、8秒ですか、1分弱ですね。もうガツンガツン来てね、来てるねこれね。こいちょっとこの色良くないこれね、もういかにも味噌リーミンっていうね感じの色じゃないでしょうか。はい、そしたらねここで火を止めて盛り付けに入りましょう。ドンビリーバブルね、用意してください。見えるかな、あガッツンガッツンドンビリーバブルのすけですね。バッツリーラと見えるかな、もうちょい上か、よしこんな感じだね。はい、そうしたら、はい、ありましたね。はい、そうしたらまず麺だね、見えてるから、ガツンガツンパッカリ、やっぱスープ多かったねこれね、ガツンガツンパッカリーノスケですね。ガツンガツンパッカリーノスケと、まだベルはベルもないね。はい、そしたらスーピーね、あこれ2人前作っちゃった感じだよこれね、サバ全部入れちゃうかったねこれね。ガツンガツンパッカリーノスケ、これあのねこのコクよ、コクマルですかあなたみたいなね、感じですね。はい、そうしたらここでちょっと鍋の陰に隠れちゃってっか、ちょっと待ってください、ちょっとグラシリーノしてね、バッツリーノスケよこれね、ここよ、ガンガンガガンガッツリーノスケとね。はい、そうしたら白ごま、これ栄養あるね、安いくせにね。だってサバ缶1個100円じゃん、98円プラス消費税みたいな感じ。まあギーネはすいません、ちょっともらいもんですが、まあ0円みたいな。でこの麺が19円でしょ、まあ醤油入れて20円ぐらい、
いやこれだから2人前作ってもいいけど、ちょっともう計算できねえ、頭悪いからね。うん、絶対もう解くよ。はい、そんなことはよしとして、はい、最後にね、まあ、まかないとくれば紅しょう、まあ紅しょうとくればお好み焼きみたいなねおめえお好み全然違うじゃないかいこれ、へーみたいなね。完成よこれで。簡単でしょ今日も。もうバッチリうまいからこれ。うんね。え、それではテーブルの方に運んで食して参りましょう。豚骨っぽいね、紅生姜とね。はい、ということでただいまですね、テーブルの方にサバ缶味噌リーミンですね、運んで参りました。まあ正確に言うとサバ缶ラーメンね、とも言いますとしか言わねえっつーのみたいな、すいません。はい、それではまずね、もうこのコクコクスープですね、コクあるスープいただきましょう。青ネギたっぷり、紅しょう入って彩りもよろしいんじゃないでしょうか。いただきます。すんげえコクだからこれ、もうすんげえコクだからこれね。紅しょうつけてよかったよ、ネギたっぷりぶち込んでよかったよこれね。まあもともと黄金だしに結構ね、魚介系の、まあ貝は入ってないか、まあ魚系のイノシン酸がたっぷり、もうバツンバツンバツンリュースね、入ってるわけですから、そこにこのサバ味噌に缶のイノシン酸がもうバツンバツン釣りにおいしい、もうこれ強調し合って、もううちのイノシンのがレベル高いぜ。いや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 、ちょっと待ってよサバ缶さん、やっぱりカツオのイノシンのはいいでしょうみたいな ね、お互いね高め合って高みを目指したスープではないでしょうか。いただきます。うん、おいしい。うん、やっぱねこれニンニクちょっと多めに入れるのがいいね。で食うとき今入れてもいいんだけど、今日はね熱通しちゃった方がいいね。うん、このサバ缶の臭みがやや消えるっていうのね。まあこのサバ缶の臭みがいいんだよっていう方もいらっしゃいますけどね、まあほぼほぼこう味噌煮缶を味噌汁にしちゃうみたいな。あ、これ前やったよね、サバ缶でサバ缶定食作り方でサバの味噌汁確か、まあね、その原理だね。いただきます。うんうんうん、もう臭うま臭もうニンニク臭いサバ臭いし臭うま。そこにこの紅生姜と青ネギだね。うんうんうん、マジうまいよこれ、すごいコク出てるから。いや、うん、熱うまコクうま、うんうんうん、あーつうまですこれ。うん、最高っすね今日も。うん、ありがとうございます。熱い。はい、ということで本日の最後でもたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、サバ味噌煮缶を使って、うん、サバ缶味噌リーミンですね、まあ、サバ缶味噌ラーメンと言いますけど、サバ缶味噌リーミンの作り方、うんね、これ動画にね一発上げてみましたので、ぜひね安くて簡単そして栄養満点だからこれね、ぜひ試してくださいね。はい、そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様のあったかいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。いやーもう今梅雨でジメジメ しちゃってるけどね、もうこういうの食べてスカッとしちゃおうじゃありませんか。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。サバ缶味噌ラーメン最高。